ローレンス D ・ニコルソンは2015年から2018年まで第3海兵衛征軍司令官を務め2012年から2015年まで第1海兵士団を指揮した元アメリカ海兵隊中将である。ニコルソンは1979年にシタデル大学の海軍予備役将校訓練課程で任官し英語の学士号を取得した。最初の任官は カリフォルニア州キャンプペンドルトンの第一海兵士団の第三大隊の小隊長であった。1982年から1985年までサンディエゴ海兵隊新兵訓練所でシリーズコマンダー及び中隊長を務めた。イラクでの豊富な経験を持ち、ファルージャの戦闘中に第一海兵連隊を指揮して戦勝を追い、ラマーディでは第一海兵士団の参謀将校を務め、 カルージャでは第5海兵連隊を指揮した。アフガニスタンでは国際治安支援部隊の作戦副司令官を務めるとともにヘルマンド州の海兵空地任務部隊レザーネックと第2海兵遠征旅団を指揮した。第1海兵士団の指揮を取る前は国防副長官の上級軍事補佐官を務めた。ニコルソンはアメリカ陸軍指揮爆大学で修士号を取得している。 2018年8月2日、ニコルソンは退役し、第三海兵遠征軍の指揮権を元第一海兵士団司令官でもあるエリック・エム・スミス中将に引き渡した。ニコルソンは、非営利団体スピリット・オブ・アメリカの諮問委員会メンバーである。ありがとうございます。